ホデールだ。全くもってホデールだぜ。これは君のお父さんが作った秘密組織テミスの紋章だ。テミス？そう、正義の女神テミス。おじさんは誰？エル手裏剣だ。助けてください。子供の字で。誰かがデスキートを作り出したんだ。デスキート、生まれてはならない蚊が誕生した。耳や鼻から人体に入り込んで脳の一部分を麻痺させる。芸人が面白くなくなるなんて気持ちの問題なんじゃないですか。そうか。会場にいる観客の脳を破壊し、この試合をさせてやる。エルス手裏剣組の入場です。あいつらが元通りおもろなるんやったらポケットマネーでお金をお支払いしますんで。誰か助けてください。ちょっとやめろ。エルス手裏剣、行かないで。俺たちはそれを平和と呼ぶんじゃないのか。エル死ね。エル手裏剣何笑ってんだよ。人を笑わすやつを私は許さない。